国道278号沿いの温泉街ゆの川温泉は、北海道函館市にある温泉、名湯百選選定。上別温泉、上山系温泉とともに、北海道三大温泉郷の一つに数えられる名湯である。その中では、唯一海岸沿いに立地しており、市街地外縁部の住宅街、学生街と一体となった温泉街となっている。 函館市電が温泉街北側を走行しているほか、函館空港や北海道新幹線、新函館北斗駅方面からのシャトルバスも運行されている。輸送神社の境内下には湯の川温泉発祥の地碑があり、足湯は湯の川温泉停留場近くの湯めぐり舞台と函館市熱帯植物園にある。湯川黒松林は1889年から、 金森おもの店創業者の渡辺熊四郎が資材を投じて造林した北海道内で最初の防風林、防砂林であり約900本の黒松がある。毎年お盆明けに湯の川温泉花火大会を開催している。湯の川の語源はアイヌ語の湯ペッツに由来しているというのが定説である。1453年には脇湯を見つけた木こりが負傷した際に 腕の痛みを投じして癒していたという。後に、薬師如来を作り、小さな祠を立てて祀ったことが、湯河村薬師堂の発祥と言われている。1653年、後に、正木藩の藩主となる、松前地下津丸の難病治療のために、母親の清涼院が、地下津丸を投じさせた。間もなく、地下津丸は全開し、翌年にお礼として、湯河村薬師堂に、 尻内さんの黄金で作った、薬師尊像とワニ口を奉納したことが、湯の川温泉の発祥と言われている。なお、ワニ口は、輸送神社に現存しており、笹具係かり薬師堂、松前近津丸慶白皇後女王三年、正月吉祥日裏に、国字作と刻まれている。松浦武四郎の、江戸日誌にも、療養目的の当時向けの温泉として記しており、 箱館戦争の時には、旧幕府軍の負傷兵が療養していた。1885年、福井県出身の石川桃介が温泉場付近で採掘を行って高温で、湯量豊富な温泉を掘り当てると、翌年に、岐阜、石川喜八が、荒湯元を名乗り温泉開業広告、湯の河村温泉開浴広告を新聞に載せた。以後、温泉の採掘が行われるようになり、 温泉旅館や温泉別荘などが作られた。1887年に、現在の電車通が開通した。1898年になると、函館馬車鉄道が、湯川線の営業を開始したことにより、湯の川温泉は、保養地になった。1913年に、馬車鉄道が電化されて、函館の中心部と湯の川温泉が30分で、 結ばれ、1918年に函館と湯川と結ぶ、バス路線が、日本国内初となる自動車専用道路として、開通し、温泉街はさらに発展していった。当時は、湯の川八景と呼ばれるほどの景勝地として親しまれ、北洋漁業の発展とともに、観楽街としても賑わい、函館の奥座敷と言われていた。温泉はかつて自噴していたが、現在は、 源泉水位の低下などにより、動力によって温泉を組み上げている。1976年に北海道の温泉保護地域に指定されて、新規の温泉掘削が制限されているが、資源の枯渇が懸念されている。函館市は1998年に函館市温泉供給条例を改正して、溶油量を縮減したほか、2010年に 函館市温泉資源保護指針を策定するなど、対策に取り組んでいる。新函館北斗駅と湯の川温泉、函館空港を結ぶ急行バス、空港連絡バス、札幌と函館を結ぶ、都市間高速バス、高速函館号、函館特急ニュースター号が、湯の川温泉まで運行している。また、土日祝日のみ、函館駅と湯の川温泉を結ぶ。 湯の川温泉ライナーが運行している。ありがとうございます。